横山秀幸大阪市長、本当に熱い熱い応援メッセージありがとうございました。お聞きいただいた皆さんも維新の存在価値、そして今回のなぜ維新なのっていうのが分かっていただけたかと思います。それでは皆さん、日本維新の会岩谷良平の熱い思い、熱い訴えをお聞きください。よろしくお願いします。親愛の里駅周辺の皆様、こんにちは。維新の会衆議院候補の岩谷良平です。ただいま大阪維新の会幹事長、そして大阪市長の横山秀幸幹事長より、私岩谷良平への応援のお訴えをいただきました。私と横山さん、先ほどお話しあった通り、大阪府議会の同期、2011年、今から13年前にお互い民間から、私は民間から、横山さんは大阪府の職員から、安定した身分捨てて政治の世界に飛び込んで、そして維新の会で府議会議員になり、共に切磋琢磨しながら大阪の初期の大阪維新の改革を2人でやってまいりました。多くの同志の皆さんも共に改革をやってきました。そして今、横山さんは大阪市長になって、横山さんいろいろ大阪の改革やってます。大阪市の方、例えば先ほどお話しあった塾代の助成金、これ月1万円子どもたち小学校5年生から中学3年生まで毎月1万円塾代とか習い事に使えるお金渡してるんです、クーポン券。これ本当に素晴らしい政策です。今塾代とか教育費めちゃくちゃかかってるんですよ。50年前子ども1人当たりの教育費って1人4万円ぐらいでした。今いくらかご存知ですか？1人平均約40万円。これが現役世代、子育て世代の皆さんの大きな負担になっている。だから我々は高校授業料無償化や大学の無償化を進めている。そして塾もやっぱり高い、だから大阪市では1万円の補助金出している。これね、東大阪市でもこれからやります。我々維新の会、東大阪の市長野田市長、今維新の会に入っていただきましたから、この塾代助成金、これから東大阪でもやっていきます。こういう維新の政治がどんどん全国に広がったら、現役世代の皆さんの余裕できるんです。そう、余裕がないといつまでたっても物やサービスが売れない。物やサービス売れないといつまでたっても景気よくならない。景気よくならないと皆さんの暮らしもよくならないし、税収も上がらない。今ありがとうございます。今日本いろんな問題抱えてますよ。医療だって少子高齢化の中で、もうこのままじゃ日本の医療を持たない。保険制度が崩壊しかかってる。それから年金だって、支え手である現役世代の数が減って高齢者の数が増えてる。今の年金、政府は100年安心って言いますけども、ちゃんと調べたらどこが100年安心なんだっていう数字ですよ。それは持つはずありません、構造的に。だって現役世代の皆さんの保険料で高齢者の皆さんの年金の支払いを当ててるんです。その現役世代がどんどん減り続けてるのに、この人口増えてた頃の現役世代がたくさんいた頃の今の年金制度そのままやってるんですから、改革しなきゃ持ちません。それからもちろん、例えば子どもたちの先ほどの教育無償化や、あるいは子育て支援、これだってお金がかかります。それから日本の安全を守る防衛、私は今維新の会で防衛部会長っていうのをやってます。日本の安全保障、日本維新の会の安全保障政策の責任者やってますけども、まあ知れば知るほど日本の今の防衛安全保障環境本当に危機的です。防衛白書に今年こう書いてます。戦後最も厳しい安全保障環境って書いてるんです。そりゃそうですよ。隣にロシアあるんですよ。ウクライナに攻め込んでるロシアが核持ってます。隣に中国あるんですよ。今軍事大国です、中国。核持ってます。北朝鮮もあるんですよ。核持ってます。しかもミサイルバンバン日本に撃ってるわけですよ。もう北朝鮮のミサイルもね、今性能が上がって日本のミサイル防衛システムじゃ防げないんじゃないか、そんな風に言われてます。だから防衛力も強化しなきゃいけない。だけどこれもお金がかかる。だから何をやるにもお金がいるわけですから、
だけど今日本にお金がない。じゃあ一番最初にやらなきゃいけないのは経済成長。私自身の会岩谷良平は今回最も強く皆様にお伝えしているのは日本の経済成長、そのための成長戦略です。いろんなメニュー用意しています。ホームページ等をご覧いただいたら約400項目の我々の政策すべて載せてますけども、一つだけ大事なこと言うと、先ほど横山市長も言いましたけども、皆さんの手取りを増やすことで経済成長を実現したいんです。普通今までの発想は経済成長させたら給料上がって手取りも自然と上がっていく、そういうイメージだったと思いますけども、逆のやり方やらせていただきます。まず皆さんの手取りを増やす、そして先ほど言ったように余裕が生まれたら物やサービスが売れる、物やサービスが売れたら税収が上がる、給料が上がる、経済良くなったら年金だって良くなる。じゃあどうやって手取りを上げるんだというと、まずこの20年間移られた30年の中で皆さんの手取りがどうなっているか、まあ、そもそも経済が発展してませんから日本、この30年、アメリカなんてこの30年で何倍にも経済伸びてます。世界各国そうですよ。アメリカもイギリスもドイツもフランスも、あるいは中国やロシア、ブラジル、インドといった国々、南米から ASEAN からアフリカから EU から全部経済伸びて豊かになってます。日本だけがこの30年経済成長に失敗してます。去年日本の経済 GDP ドイツに抜かれて世界第4位に転落しました。来年日本また日本の GDP 経済抜かれます。来年抜かれる予定です。どこの国に抜かれるか皆さんご存知ですか？インドですよ。日本なんと来年インドに経済抜かれる予定です。 GDP 信じられますか皆さん。かつては日本は経済一流、政治三流と言われた。経済が日本人のある意味で誇りだ。だけど今政治が五流になったせいで経済も二流三流になってきた。今それ皆さん現実ですよ。そして皆さんの給料が上がらない中で、そんな経済を作ってきた自民党政権が何してくれましたか。皆さんにしてくれたことは増税と社会保険料の値上げですよ。この20年で皆さんの負担どれだけ増えたかご存知ですか。税金と社会保険料、1人年間41万円ですよ。1人年間41万円この20年で、そりゃ皆さんの手取り減りますよ。そりゃ皆さんの、ありがとうございます、暮らし厳しくなりますよ。そりゃ日本の物やサービス売れない、だから経済成長しない、そりゃそうですよ。それだけ負担増やされたら、だから皆さん手取り増やすには逆のことをやればいいんです。年間41万皆さんの負担が増えたなら41万下げればいいんです。減税と先ほど市長も言った社会保険料の減額、そして子育て世帯の皆さんにはプラス教育無償化、これやったらたちまち皆さんの手取り増えます。手取り増えたら皆さん暮らし豊かになりますよ。余裕ができていつもより一日多く旅行に行こうか、いつもよりちょっといいもの外食行って食べようか、家電量販店行っていつもよりちょっと大きめのテレビ買おうか、これがかつての日本の経済成長の姿だし、それをもう一度再現しようと思ったら減税と社会保険料を下げたらできるんです。これは政治が変わればすぐにできます。今までの皆さんに負担を押し付けてお金集めて特定の業界団体とかに補助金でばらまく、そんな政治やってても何の経済成長もこの30年起きてないことはもう明らか。ありがとうございます。もうね、自民党さんの金集めてばらまく政治もう効果ないし、皆さん苦しめるだけだから180度政治のやり方変えさせていただいて、我々維新の会と私岩谷良平は皆さんの負担を下げる政治を始めたいと思ってます。そしてその前提としての先ほど話ありました政治改革、そもそも国会議員が裏金作って脱税するような国じゃ、それは皆さんの増税の痛みなんかわからないんですよ。今の国会議員では給料も高すぎます。2200万、そんなに給料いりません。私岩谷良平と維新の仲間は給料2割、
ボーナス3割カットやってます。だけどもありがたいことにちゃんと私は家族3人ご飯食べれてます。そんなね、国会議員が贅沢ばっかしてるから皆さんに増税貸したってその痛みわからないんです。その痛みわからすために我々維新の会のように自民党さんも含めた全部の国会議員の給料カットさせていただきたいと思います。それから国会議員の数もね、多すぎます。約700名、ありがとうございます。皆さん、国会議員一人当たり一体いくらのお金で雇ってるかご存知ですか？給料だけじゃないんですよ。いろんな経費かかるから。年間一人約1億円。皆さんが税金で雇ってるんです。それが約700名もいる。そんなに数入れませんよ。私、この3年間国会で仕事させていただきましたけど、顔と名前も知らない国会議員さん、今まだいっぱいいるんです。向こうも私のこと知りませんよ。それはだって700人もいるんですから。3年じゃわからない。だからいらないんです。そんなに2割3割ばっさり200人ぐらい首切らしてください。大阪府議会では僕と横山さん、府議会議員になった一番最初の仕事は自分たちの首切ること、すなわち議員定数の削減でした。2割削減やりました。今3割削減やってます。国会で3割って言ったら200人ぐらいでしょ。府議会でもうそれやって何の問題もないんですから。国会でも定数削減もやらせていただきたい。それと先ほどあった旧文通費の領収書公開、当たり前ですよ。どこの一体企業に、世界中どこの会社に年間1200万も経費領収書なしで使える、そんな会社あるんです。そんなの税務署認めるわけないじゃないですか。なぜ日本の国会議員だけが一人年間1200万も給料と別に経費で受け取って領収書も出さない、何に使ったかも公開しない、余っても返さない、これただの小遣い。ありがとうございます。2200万の給料に加えて1200万の小遣い、そんなことしてるから庶民の感覚全然分かってない、今の国会議員。だからそんな国会議員の改革をやらせていただきたいと思ってます。こうして政治を変えて、そして皆さんの手取りを増やす政治、繰り返しになりますけども、政治が変わればできます。そして政治を変える力は誰が持ってるか、皆さんの一票しかないんです。皆さんの一票なら変えられるし、皆さんの一票でしか変えることができない、これが民主主義です。前回ありがとうございます。東大阪の投票率ありがとう、18歳ありがとうございます。投票行ってくださいね。本当にいや皆さんね、本当偉いですよ。やっぱり関心持ってもらってるのは、18歳の皆さんがこれだけ政治に関心持って投票に行くって言ってくれてるのに、大人の皆さん本当に行ってください、投票にお願いします。半分の人が東大阪は前回3年前棄権してます。これじゃ変わらない。組織票団体票に守られた裏金作るような方がまた国会議員になりますよ、東大阪の代表として。本当にそれでいいですか皆さん。私自身の会岩谷良平は裏金の政治を改革の政治に変えたい、増税で皆さんの負担を増やす政治から改革やって減税で負担減らす政治に変えたい。そして停滞する経済は政治と金のしがらみ断ち切って規制改革どんどんやって、そして経済成長を実現していきたい。あ、バスの中からありがとうございます。大阪市長の横山です。私は岩谷です。よろしくお願いします。皆さん、政治が変わればできます。変えれるのは皆さん。そして今日本、先ほど言ったようにもうドイツにも経済抜かれて、来年インドにも抜かれる。私の子供今4歳ですけども、この子供たちが大人になった時インドや中国に出稼ぎに行っている、そんな国になりますよ。そんな日本でいいですか皆さん。私は嫌なんです。そんな日本にして次の世代にバトンを渡す、そんなことは私は耐えられません。だから改革をやらせていただきたい。私利私欲じゃなくて皆さんの利益のために徹底的に公に奉仕する気持ちを持って、国会議員みんなが改革やったら日本変わりますから。そして日本立て直して次の世代にバトンを渡して、子供たちが大人になった時やっぱり日本に生まれてよかったなって言ってもらえるような日本に変えましょうよ皆さん。東大阪だって変えたい。今モノレールの延伸、我々の改革でお金作ってやってます。東大阪にモノレール来てます。それから先ほど言った授業料、塾代の助成金も今進めてます。
給食無償化も進めてます。だけどもっともっと東大阪よくできるんです。例えば今国の方で我々政策で道州制っていうのをやりたいって言ってる。関西州っていうのを作りたいんです。もう都道府県じゃなくて関西州、大きな塊作って国から権限と財源取ってきます。国内の問題はもう関西のことは関西に任せてくださいよと。国の方は国しかできない、防衛とか外交とか大きな経済政策とか通貨政策だけやってくださいねと、集中してくださいねと。そして関西州作った時にどこかに州の都が必要、それぜひ東大阪でどうですか皆さん。それぐらい大きなビジョン掲げてやらないと、もっともっと、あ、今隣で横山市、大阪市にしろって言ってますけども、それは皆さんこれから決めることですから。東大阪にね、関西州の州の都を持ってくるぐらいのダイナミックな構想ビジョンを描いて東大阪をどんどん発展させていきたいと思いますから、どうか皆さん、私維新の会岩谷良平、東大阪、大阪、そして日本の再生と発展のために力を尽くしてまいります。皆さんのお力をお貸しください。今本当に大切です。皆さんの実況を待ってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。頑張ります。あと3日頑張ります。ありがとうございました。大変の外、駅周辺の皆様、足を止めていただき、お時間をいただき、たくさんの方に岩谷良平の訴えをお聞きいただきました。この選挙戦、本当に厳しい戦いになっております。どうか期日前投票も、布施のベルノール、そして若井岩田、キラリ、そして東体育館でもうすでに行われております。手ぶらでも投票できます。どうかどうか、今日の岩谷良平の熱い訴え、そして大阪市長横山秀幸の訴えをお聞きいただきまして、組織のない、しがらみのない日本維新の会、一人一人の皆さんのお力が必要でございます。どうか皆さんのお力を日本維新の会へと結集してください。本当にご清聴ありがとうございました。そして、この後ですね、この後岩谷良平による街頭演説を後ほど行わせていただきます。お時間ございます。